クリアフィールド軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の中央部西。2010年国勢調査での人口は8万1642人であり、2000年の8万3382人から2.1%減少した。軍庁所在地はクリアフィールドボロであり、同軍で人口最大の都市はドゥボイズ市である。クリアフィールド軍はその全体で、 デュボイスショート試験を構成している。クリアフィールド軍は1804年3月26日に当時第2代ペンシルベニア州知事を務めていたトマス・マッキーンが提案した衆議会法によって設立された。軍域はハンティンドン軍とライカミング軍の一部を合わせた。軍名はクリアフィールド・クリークとサスケハナ・川西支流を囲むバレーに多かった。 開かれた野原から付けられた可能性が強い。そこにはアメリカバイソンが群れ、以前はインディアンによるトウモロコシ畑があった。軍の初代軍政委員はローランド・カーティーン、ジェームズ・フレミング、ジェームズ・スミスであり、すべて1805年にマッキーイン知事が指名していた。軍政委員会が最初に取った行動は、地方政府すなわち新軍の軍庁所在地を決めることだった。 彼らは当時、チンクルクラムーシュと呼ばれた村のエイブラハム・ウィットマーが所有する土地に決めた。この村名は、セネ家族の州長コーンプランターにちなんで名付けられていた。村の名前はクリアフィールドに変更された。1800年代半ばから1900年代初期に、軍の主要産業は製材業と石炭工業の二つだった。 材木は1917年まで、サスケ花川西支流に浮かべて運ばれていた。今日でも、石体工業は、軍の主要産業であり続けている。クリアフィールド軍祭は、州内でも著名な軍祭である。1861年から始められ、2013年7月29日には152回目を、迎える。2008年11月時点で、 クリアフィールド軍には5万1471人の登録有権者がいた。有権者登録数では民主党と共和党が拮抗しているが、州レベルの選挙では共和党優勢の傾向がある。2006年、民主党のボブ・ケイシー・ジュニアが軍総投票数の55%を獲得し、共和党アメリカが州国上院議員、リック・サントラムの空席を埋めた。 民主党のエドレンデルは、州知事選挙で50.2%を得て、共和党のリンスワンを破った。2008年、州レベルの役人当選者3人はすべて、クリアフィールド軍を制した。クリアフィールド軍は、アメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州来後、選挙区に属し、2013年時点では、共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では、第25、 第35及び第41選挙区に属しており、会員では第74及び第75選挙区に属している。2013年時点で上院は共和党2人、民主党1人、会員は共和党2人となっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1154平方マイルであり、このうち陸地1147平方マイル。 水域は7平方マイルで、水域率は0.56%である。サスケ花川西流が軍内を流れ、途中で軍庁所在地を2分している。初期開拓者にとっては、軍の山がちな地形が交通を困難にしていた。様々なインディアン道やトレイルが地域を通っており、完結的に開拓者、侵略軍が利用し、また地下鉄道をたどって、 北に逃亡する奴隷が利用した。ブルームタウンシップには、ビルガーズロックスと呼ばれる特徴ある地形があり、アパラチア山脈造成期に作られた、サガン岩盤が露出した例である。周回高速道路、アメリカ国道ペンシルベニア修道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クリアフィールド群の自治体、ボロはカタウンシップは白、国勢調査指定地域は、 青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域はアメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。 クリアフィールド群教育学区の区分図群内には2つの州立公園がある。群内には州内最大の原生地域であるケハンナ原生地域もある。ビグラーツロックスでは佐賀の巨岩の自然造形が見られ文化や歴史で重要である。ありがとうございます。